今夜は無邪気に笑うこの女性から。勝負が始まった途端、顔つきが変わった。彼女は上野愛咲美五段。攻撃的な棋風からハンマーパンチの異名を持つ女流棋士だ。この秋中国で開催されたアジア大会では銅メダルを獲得している。そしてフィギュアスケートの紀平選手、テニス元ジュニア世界1位の望月選手、先日パリパラリンピックの代表が内定した車椅子テニスの小田選手。世界で活躍するこの若者たちは実は同じ高校だ。いろんなアスリートの方とかも在籍されていて、視野も広がるし、はい、N コンいいぞみたいな感じで。そう、今夜の主役は N 高等学校、通称 N 高。こちらはその入学式の様子。校旗掲揚。目の前に校旗が。今旗見えてる旗ですよね。そうです。N 高は2016年、出版大手の角川と IT 企業のドワンゴが共同で設立した高校。新入生が VR のゴーグルで見ていたのは、沖縄伊計島にある本校の映像だ。入学式当日、実際の校舎はご覧の通り。ここは通信制の高校なのだ。ネットを使い全国で学ぶ生徒たち、その数は日本一、およそ2万6000人に上る。進学面の実績は高い。昨年度は東大京大を含む国公立に113人、早稲田慶応などの難関私立大学にも多数の合格者を出した。さらに世界大学ランキングで東大の上を行く海外の難関大学も突破。こんにちは。N高とはどんな学校なのか生徒に密着してみた。3年生の須藤隼人さん、結構戸惑ってたんですけど、システムエンジニアのお父さんの影響で幼い頃からプログラミングに熱中してきた。綺麗にされてますね。そうですね、ちょっと資材が来るっていうことで綺麗に今でこそスタッフに笑顔を見せるが、中学時代は体調崩して学校に行かれなくなってしまってからは、まあ、引きこもりじゃないですけど、自分から進んでどこどこに行きたいっていうのはなかったので、でもやっぱり体調良くなったね。自分で時間管理できたっていうところも大きいよね。朝好きなだけ寝てて自分の好きなように時間を使えるのは N 校の魅力。この日初めて机に向かったのは夕方の5時近くだった。高卒認定の必修科目は5分から10分ほどの授業動画を使って勉強。その後テスト形式のリポートを提出。1日 1,2 時間の勉強で卒業に必要な単位が取れるという。授業で見るのは普通の動画だけじゃない。 VR ゴーグルをつけて始まったのは There's a 36th 東京インターナショナルフィルムフェスティバル。 That's right. Hundreds of films are being screened around Tokyo. AI を相手にした英会話の授業だ。向こうにいるのは本当の人じゃなくて、だからなんですかね、別に間違えても問題ないというか、でもリアルにできるっていう、そこが良さです。 VR に興味を持ち、どんどん変わっていく息子にお母さんは驚いていた。
やっぱり積極的になりましたし、人前で堂々と話してますし、自分から外に出かけていくようにもなりましたし、ネットの高校なんですよ。出かける必要ないんですよ。 N 校ができてくれて感謝しかないですね。お母さんが言う通り外へも出ていくように。お疲れ様です。この日向かったのは新薬の開発にあたるスタートアップ企業。実はここでプログラミングの腕を買われ、高校生ながらインターンとして働いているのだ。研究しているのはこのゴーグル型のデバイス。つけると目の前に黄色い矢印が現れ、その指示通りに手を動かせば素人でも薬が作れるようになるという。はい、キー。はい、すごくな。はい。N 校で学んでいる英会話をフル活用。Do you have any feedback in this one? いいリポートだよ。バッチリだ。ありがとう。フランスから来たシステムエンジニアのウレリックさん。須藤さんの活躍には目を見張る。高校生のインターンは珍しいけど、彼は全く問題ないよ。高校生とは思えないほどチームに溶け込んでくれている。彼から教わることも多いよ。 N 校には大きく分けて2つの学び方がある。一つは自宅などでネットを使い受講するネットコース。学費は年間6万3000円から。そしてもう一つは週に何日か決めて登校する通学コース。全国43カ所に拠点があり、都合のいい場所に登校できる。ちなみに制服はあるが服装は自由。学費は年間56万3000円から。須藤さんは通学コースに所属。だらしない生活にならないようにと週に3日通っている。到着早々始めたのは趣味のゲーム作りだ。隣の生徒は受験勉強。この子はダンスをやっていて、やるべきことリストを更新中。みんな好きなことをやっているが、それでも通う意味は大きいという。本当にみんなバラバラなんだけど、その中でこう刺激をお互いに与え合うみたいな。本当にみんな自分からこれがやりたいって言って、まあ、やってるんですよ。だからそういう意味ですごくこう真剣に向き合ってるし、何やってるのとか聞くとやっぱり面白いし、だそこの刺激の強さっていうのもあります。 N 校では不思議な光景も目にする。この日生徒の前に現れたのは菅前総理だ。実はこれ部活動の一つ、政治部の様子。歴代総理をはじめとする現職議員と生徒たちがなんと直接意見交換しているのだ。日本って今イージス艦、今後霧島、妙高、鳥海、愛宕、足柄、マヤ、羽黒の8隻保有してて、アメリカは96隻ぐらい保有してるじゃないですか。菅さんは8隻で足りると思いますか？イージス艦に代わるミサイル防衛のを作ろうとしましたけど、できなかったんですよね、結果として。ですから日米が連携をしてできる体制をやはりしっかり作っていくと、そこが一番大事だというふうに思っています。一方こちらは投資部。特別顧問は物言う株主として知られる投資家、あの村上義明氏だ。部員の活動は想像を超えてくる。ネットコースの2年生、秋藤空さん。その1日は朝の9時、取引開始に合わせた株価のチェックで始まる。
いや渋いです。非常に下がってしまって今売るに売れない状況です。完全に始まって今十数秒で1500円損してる状態になっているので。そう、投資部の部員は実際に株を買って株式投資を学んでいるのだ。元では村上氏の財団から部員一人につきなんと20万円を支給。1年活動して儲けが出た分は自分のものに、失敗しても返さなくていい。20万円銀行に振り込まれた重みとかを感じれるっていうのが、もうそれだけでまずなんかちゃんとやろうって思える。さらに N 校はこんな課外授業も実施。この日生徒は長崎の五島列島にいた。地元の魚を使った魚醤は五島列島の名産品。いくつかを混ぜ合わせ新製品を作る。そう、これは職業体験の授業。調理師を目指しているという1年生の西川原さん。初めての魚醤を興味津々で味見。最初からガツンとは来ない。あ、そうです。なんか後もまろやか。独特なやり方っていうのがあると思うんですけど、うん、全く他の場所にはないようなやり方なのか、隠しているだけなのか。多分他のところではしてない。あの仕込むときに魚を小さくする、分解しやすい。だから1ヶ月でできる。先生じゃないよね。違います。名刺をあげてくるからいつでも電話して。こんな体験が一段落したところでお昼の時間に。メニューは五島列島産のそば粉で作った通称ごそばと、その時こんにちは。やたらと元気な男性が入ってきた。こんにちは。生徒たちは拍手喝采。いや、まさか皆さんに会えると思いませんでした。写真を取り出す人まで。そしてすぐさま SNS にアップ。好調だ。